1990年にイタリア政府はピサの斜塔の安定を図るためにトップクラスの技術者らに協力を求めました。800年もの歴史の中でその塔をまっすぐにするよう何度も試みましたが、このチームのコンピューター上の数値モデルは事態の緊急性を明らかにしました。彼らは塔が 5.44 度傾けば倒れるだろうと予想しましたが、今や塔は 5.5 度傾いていました。塔がいかにしてまだ立っていたのかは誰も分かりませんでしたが、危機は明白でした。そのために彼らは何百年にもわたり技術者らを困らせていた課題を至急解決する必要がありました。この状況を理解するために、そもそも塔が傾いた理由を知ることが役に立ちます。12世紀に沿海にある裕福なピサ共和国で大聖堂の広場を豪華なランドマークにするように着手しました。労働者たちはすでにあった教会を装飾拡張し、さらに広場に大きなドーム天井を持った洗礼堂を建てました。1173年には支柱なしで立つ鐘楼の建設を始めました。当時集まった技術者や建築家たちは自らの技術の熟練者でした。しかし彼らが持ち合わせる工学の知識の割には、建物が建つ土地に関する知識は極めて乏しかったのです。ピサという名称はギリシャ語で湿地に由来し、町の地面下にある粘土、泥と湿潤さを表現するにはぴったりでした。古代ローマ人は同じような条件においては地球の安定した岩盤の上にパイルという巨大な石柱を立てて対処しました。しかし塔の建築家は比較的短い構造には3メートルの基礎杭で十分だと考えていました。あいにく5年も経たないうちに塔の南側はすでに地下に沈んでいました。このように動いてしまう基礎は通常なら致命的な欠陥のはずでした。もし職工らがさらに重量を加えていれば、上層階からの圧力で構造物は沈み、致命的な傾斜がついていたでしょう。しかしピサでは光線状態が長引き、4階に達したところで工事が中断し、100年近くが過ぎました。この長い中断で土が固まり、1272年に建築が再開した時には基礎は以前より少し安定した土台の上に立っていました。建築家ジョバンニ・デシモーネの指揮のもと、職工らは塔のわずかな傾斜を埋め合わせるために、それに続く数階分について南側だけを高くしました。しかし片側の余分な石工事により、そちら側はさらに深く沈みました。7階と釣り鐘室を作り終えた時には傾斜は 1.6 度となっていました。何百年もわたり技術者らは傾くことへの対応策を試しました。1838年、沈下した基礎部分を調査するため底面の周りを掘って通路を作りました。しかし支えていた砂を除去したために傾斜がよりひどくなりました。1935年にあるイタリアの技術者団体は基礎を強化するためにモルタルを注入しました。しかし基礎部分にモルタルが均等に入らず、またもや急激に沈下してしまいます。基礎部分の継続的な沈下に、これらの失敗したあらゆる試みが重なって、塔は倒壊寸前になってしまいました。そして土壌組成に関する正確な知識がないままに、技術者らはまさに塔の倒壊に至る角度を正確に知ることも、傾斜を止める方法も考案できていませんでした。第二次世界大戦後の数年の間に、研究者らはその不明な値を特定する検査方法を開発しました。さらに1970年代に技術者らは斜塔の重心を算出しました。このデータと新たな計算技術で、技術者らは土の硬さや塔の傾斜、塔がとどまるに必要な掘削量をモデル化することができました。1992年にチームは斜めに穴を掘り、塔の北側の地下から38立方メートル分の土を取り除きました。そして600トン分の鉛の仲介で建築物を一時的に平行にした後に、基礎部分を高性のケーブルで固定しました。建築から6世紀以上の時間が経ち、塔はやっとまっすぐになりましたが、4度程度の傾きはあります。誰も塔に倒れてほしくはありませんが、歴史的建造物の一番有名な特徴を失いたくもなかったのです。現在塔は55から56メートル程度の高さで立ち、少なくとも300年は安定し、不完全な美しさを称える記念碑として存在し続けるでしょう。ご視聴ありがとうございます。この動画が気に入った方は登録をクリック。毎週新たな学びとの出会いがあります。